さあそこで、はい、Windows 7、大きな変更点は先ほどありましたようにこの Windows 7で新しくタッチパネルのモニターを買って組み合わせるとこれちょっと面白くなる、うん、このポンポンってやるとねこれ動きますから、はい、ポンポン大丈夫ですか、ちょっとですね手に油がついてる、いや関係ありません、なぜ今これねスリープしているのかな、あれ指変えてみたら、いやこれ先まで動いてたんですけども何かが起きていますね、昨日ね昨日スーパーニュースでね木村さんもね走らなかったんですよ、これねそれ中国版ってことじゃないですよね、はい、日本のそんなことないと思います、ただこれは何が起きているのかということでとりあえず今係の方をお呼びしましょう、はい、マイクロソフト課の担当の方をお呼びしましょう、はい、すいませんね、実際にはこういう風になるってことですよね、はい、そう今ちょっとね、はい、今すごい便利ね、うん、止めといたから、あ大丈夫ですね、あ、わかりました、はい、しばらくですねちょっとこれずっと置いといたので、ね、私も初めて扱うものですから、すいません、さあ今起動しましたのがこれバーチャルアースという、これは Google アースでございません、マイクロソフト社 の地図ソフトなんですけれども、これはねこっち側から行こう、こうやって地球儀がスーッと伸びないよ、手を一回拭いてから相性悪いんだよ、なぜだろうまたやってもらったら、ちょっとその係のお姉さんにやっていただく、でもそれじゃ悔しいじゃないですか、いやいやでも、いやでもなぜこういうことが起きる、じゃあお姉さんすいません本当笠井君、はい、そこからフジテレビまで行こうとしてる、そうそう昨日ね木村さんもそのまんまでフジテレビまで全然行けなかったんだよ、なぜだ、僕ね先ほど練習何度もやって、うん、で何度も言ってるんですよ、何度も簡単に言ってるんですよ、フジテレビが嫌いなんじゃない、いやすごい評判いいんだけどね、そうなんですよ、簡単にこのままじゃ終われないっていう感じがあると思いません、まあ、どうしようでしょうか笠井さん、いやとりあえず次に行くように言われました、なるほどちょっと後ほどね、すいません後ほどやりますんで、はい、ということですいません、さあ続いては